これ挿し木したね床なんですけどね、うん、何が何だかさっぱり分からんのよ。それは雑草じゃないの。これはねしっとり邪魔くさいね。これはねなんかちょっと見覚えあるんだよね。これ草ではないわ。そう、これは多分あれだね、あの桑だね。あ、近江の桑ってあるんだ。うん、でこれはですねもう今のとこね、これはまあポットに入れるんだけど、うん、これはもうとんでもないとこにね一人でエバルンダは黙ってると。あ、そう。どこまでも行くのこれ。これ下手なことだら倒れちゃうでしょ。これこれこれ、いやいや、これはもうこんなことしておけない。これをもうほったらかしておいたからね、もうこれどこまでもね、あ、これ地球の果てまで行くんだこれ。これ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 、いや、これはこんなのはね大きくする木じゃないんですよ、うん、こういうのはみんなここで切るんですから、こうやってこうやって切ってね。そしてこれ これはねここで切っちゃうの。あ、そう。あ、そんなの。これ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 、うん、それでここで切るの、うん、それでこれでこれでとりあえず植えとくのだけど、小さく作るんだから、うん、こんなに根っこいらない、ここでいいの。あ、そう。これでいいんです。もう何もないでしょ、うん、いいの。これはねまたねこういう何もなくしてね出てくるとこが面白いわあ、そうかい。はい、ポットちょうだい、一つ一番ちっちゃいの。 OK、はい、ちょっととりあえずこれ入れとこう、こうやってね、とりあえず入れとこう、とりあえずこれちょっとこうですね。あ、この土でもいいんです、これ。とりあえずこうやって。これ、鹿沼土のね、細粒って一番ちっちゃいやつのね、最高級品だよ、これ。きれいに選別したやつ。粒揃ってるでしょ、うん、こうやってね。これはね、この粒揃うっていうのはね、あれなんですよ、捨てるのが相当あるんですよ。鹿沼土なんてさ、鹿沼にいっぱい出てるんだけど、これをこういうふうに粒ぞろい作るってさ、相当なね捨てるところが多くて労力がね大変なんだけどね、なのホームセンターで売ってるもうすぐに選別してるんですか。うん、ちゃんと選別して売ってくから皆さん安心してください。ここにあるっていうことはね、うん、何気なく何でもやってるわけでないのさ、それなりのね由緒正しいのをね刺してるから、咲いたら綺麗な、これね、これサツキの仲間だよ。うーん、これ刺し、これ花咲いたら綺麗なの咲くんですよ、うん、そのね昔みたくね、もう何でもかんでも、ね、何でもかんでもってねやめた、やめたから、もうこれ確実のやつしか作ってないからね。うん、おなんだこれ、ちょっと待ってよ。これはですね、ここに YouTube ぼったくりって書いてあるけどね、あ、しかしらね、ぼったくってんじゃなくてぼってるっちゃうやつね、うん、後追ってるんだけど、これはいつだか分かんないから、これはね獅子頭のね、それをぼってんだと思うよ。これかい、ぼってんの、うん、なんか、あ、これはあれだ、獅子頭って根っこちょっとは1本か2本あればつくんだよね。これはなんかね、由緒正しいと思うよ。これはこの心拍だね。これこれこれ、こういうんだ。あ、これは、あ、これもこれこれ。いいねだよ。さ、問題はね、これなんだ。それ何も出なかったのよ。あれ、カルスだけある。ほんとかい。根っこも何も。したら何も根っこないんだろうか、これ。で、ここに入れたんだけど、ね、ちょっと一本か二本あればいいんだけどね。カルスだけあったんかい、これ。うん、そうそう。あれ、なんかありそうだぞ。隣の根っこか。あまり近く植えすぎたね。心拍の根張るからね。あ、そう。それの根が絡んできて、だけどこれ元気いいから出てるな、きっと。これは挿し木じゃないよね。次、あの取り木して。取り木したやつのカルスできたやつでしょ。うん、何も根っこなかったんだろう、うん。これはですね、結局隣の心拍とちょっと絡んでるからね。だけどなんか抵抗あるね、根っこに。これは思い切って全体的に取ってそろそろってやるわ。
これ1本ずつ抜くと根痛む。うーん、これ多分ね、これ下から根っこ出てないかよ、これこれ出てるでしょうか、そうだった。これは心拍の根っこだから、これはちょっと難儀するね、取るのに。これはそんなに立派な根ないからね、太いの1本か2本しかないんだわ、この獅子頭って。これ獅子頭の根かもしれないんだ、これこういう根なんだよ、獅子頭。わかんねえけど、おお、抜けない。ちょっと絡んできてる。さあ、ここら辺がね、1本か2本しか出ないんですよ、獅子頭って。それを無理してやってポロッと取れたらね、そこで終わり。それで終わりなのさ。だからこれちょっと心拍の横に植えるもんでないね。これ心拍の根っこがみんなこれこうやって来てるんだ、こっち。そしてこれみんな巻き込んでるわ。ちょっと失敗したな。これはちょっと慎重に、せっかく根出たのに。そうだね。お、切れてない。お、大丈夫。来た。来たな。来たかな。お、これも来てる。根っこある。入れた時何もなかったのね。何もないよ。お、うまくいったね。これ取り木の根だ。取り木で出たやつだ。さて頼むよ、1本か2本出てくれ。お、出てる。お、うまくいった。これは正解。おお。これ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 。おお。これ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 。これ。おお、一本どころないでしょ。これ。何もなかったんだからね。うん。お、これは大正解。これだ。さあ、これも頼むよ。あ、取り木もいいね。これやるとね。うん。カルスだけだったんだからね、これね。そうそうそう。これは大正解。あ、これだけだったら先の方ね、少しで切っても大丈夫だ。うん、うん、ポツンと取っても大丈夫。これこれだけど、ここで引っ張らないで切ろう。ある程度のとこでこれね、ここで切ろう。これうーしと、おー、こういう根です、これ。大成功。ね。これはね、ちょっとなるべくだったらさ、暖かいってきて、これから夏に向かうんだら切っちゃうんだけどね。これから冬にめがけるからね、これをね、うまくね、くるくるっと巻き込んで、こういう感じに入れとくんですよ。切らないでね。切らないで。春だら切っちゃうんだけどね。だからこれからね、まだ9月のさ、暖かいしね、今年ね。そうだね。それでこういうのは凍らせないからね。暖かいけど、だけど紅葉はしてるよ、相当。そうなの？うん。山だろさ。普通の街路樹もそう。それはね。七駒と？ああ、それはもう古くなってるから。あ、そうかい。うん。もう、弱ってるから早く紅葉するの。元気のいいの紅葉しないよ。まず1本目ね、これこれ可愛くていいでしょね。これ頭ちょっと根っこ出てたらね、これ引っ張るより切った方がいいから。よし、お、結構四方から出てるね、根っこね。うまくいったね。こういう風になってこれ皮むけちゃうね。これポットの下から出てたやつだね、引っこ抜いたからね。こんなのはね、やっぱり切っときましょう。傷は良くないからね。まあこれだけ根っこあればもう獅子頭ってね、
意外と太らないけどね、うん、こういうアクシデントに強い木だね。うーん、だってこれ根っこなかったんだよ、うん、そして皮むいてカルスだったんだよ、うん、それがこれだけ出るってことはさ、そうだね、やはりね生命力があんだこれ相当。これは棒でつつかないんでね、うんうん、これでいいから、うん、ちゃんときちっとこれで入りました。これで水やっとけばね、もうこのまま3年でも大丈夫だよ。棒でつついたらあれだもんね、うん、新しい根っこも傷んじゃう。そうだよ。それでこれはね、とりあえずこういうのは今のとこね仮池なんでね、こういう感じね。それでね、これは何でしょうね、ナルル、あ、これはナルルだ、ちょっとかわいい細長い花です、うん、これはですねコーラスだ、例のごとく赤いやつ、うん、赤いやつ、これこういうやつです、こういう類です、これコーラスです。これも来年の花見来てるわ、ここ、うん、でこれもね、とりあえず仮池だから心拍をひっくり返しちゃわなきゃなんねえからさ、これはコーラスの札どこ行ったんだ、コーラス、こういう感じね。